皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の武田でございます。今年もまたこのクリスマスソングを弾いちゃおうじゃないかということで、ホワイトクリスマスをちょっぴりおしゃれにアレンジしちゃったりとかして、遊んでみております。で、また今回もベースの解説をすべく、こちらは相模原のベルベットルームスタジオさんにお邪魔させていただいておりますということです。で、まあ、去年と同じような感じで、特にベースに関しては、これといって、なんていうんですかね、注意事項といいますか、コツとかは特にないんですけれども、まあ、強いて言うならば、音が途切れないように気をつけていただけるとすごく嬉しいです。基本的にウォーキングベースといって、その四分音符でいろんな音階をこう、ね、たくさんなぞっていくようなフレーズになるんですけれども、運指の仕方をちょっと工夫しないと、音が途切れがちになってしまうと。例えば、ちょっとやってみると、正しいというか、うまくできている場合はこんな感じ。でも、これがうまくできないと、極端に悪くやるとこんな感じ。こんな感じで、ね、音の一つ一つがこの、ね、トゥッ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 みたいな感じで途切れずに、ダン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 という感じで、一つのフレーズがつ、ね、ながるように演奏していただけると嬉しいなという感じです。で、あと、A メロのところは逆にその音の長さを工夫して弾いていくということが大事になってくるかなと。一番最初のところですね、ちょっとやってみると、うまくできると、ワン、ツー、スリー、フォー。これを極端に悪くやると、音を伸ばしっぱなしにしてしまうと、極端に悪くやると、ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じで音をのっぺり伸ばしっぱなしにするんじゃなくて、A メロのところはちょこちょこと休符で音を区切るところがあるので、そちらは音をしっかり途切れる、途切らせるということです。で、ウォーキングベースに行ったときには、ちゃんと音をしっかり伸ばして弾いていってあげるというような感じでしょうか。で、一応、楽譜はあるんですけれども、なんていうんですかね、結構自由に書いちゃって大丈夫です。例えば、そのソロのところとか、わりとストレッチなフォームが出てきて、わりとつらいと思うので、どの辺だろう。例えば。フレーズとか。ちょっとしんどいなと思ったらば、その弦とかポジションを変えてしまっても良いかなと。例えば、みたいな感じで、こっちで行くんじゃなくて、こっちに行ってみたりとか、もしくは逆に、あ、逆じゃないか、違うパターンで、開放弦使ってみたり。もし皆さんがそのベースで練習をしてて、うわ、ここの小節、運指きついなっていうのが、もしありましたら、そこのところは自分なりに弾きやすいポジションとか見つけていただければと思います。で、もっと言えば、小節の頭の音、一拍目の音を連続するだけでも大丈夫です。例えば、2ページ目のソロ2のところから弾いていくとすると、楽譜通りのフレーズを弾くと、こんな感じですけれども、これを極端に簡単にすると、その次はどうなるの？こんな感じで、あまりにも難しいところがありましたらば、1拍目の音をそのまま4拍続ける感じでやっていただいても大丈夫です。大体その1拍目の音から、ね、ちょっとこう遠出してというか、寄り道してとか、なんかいろいろこう、なんていうのかな、なんか発展させるというか、そんな感じでフレーズを作っているので、1拍目の音があれば大体成り立ちます。それだけでも別に大丈夫。
で、もし余裕があったら1拍目の音から、自分なりにそのウォーキングフレーズを作ったりしてもいいですし、まあ楽譜通りやっても全然構いませんし、まあ、そんな感じで自由に楽しんでいただければなという感じです。特にないとか、ベースに関して注意事項は特にないとか言っておきながらいろいろありましたね。音をしっかり、ウォーキングベースのときは伸ばす。でも、休符のときはしっかりと音を切る。こちらの2つを守って演奏していただけるとすごく嬉しいなという感じです。それでは頑張って練習してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。